リスちゃん。どうも先生。あの、できたってひょっとして。そう、フィリスちゃんお待ちかね、すっごい釜だよ。この釜があれば不可能な調合はないと言っても過言ではないでしょう。これもイルメリアが頑張ってくれたおかげです。うん、イルちゃん釜の調合ほとんど一人でやっちゃったんだよ。別にこれくらい余裕だけど、さすがにちょっと疲れたわね。イルちゃん本当にありがとう。何言ってんのよ、友達でしょ、当たり前じゃない。ところでフィリス、船の部品の方は？バッチリです。ロウ以外は全部揃えました。そうですか。先ほどカイからも船を作る準備はほぼ整ったと連絡がありました。じゃあ、あとは本当に炉だけだね。ええ、その炉もこの釜さえあれば作ることができるはず。船作りもついに大詰めってわけね。フィリス、この釜でさっさと炉作ってきなさい。私たちが心を込めて作ったんだから、失敗したら承知しないわよ。うん、分かってる。それじゃあ作ってくるね。フィリスちゃん、釜を見つめてどうしたの？この釜、みんなが作ってくれたんだって思ったら、なんだかすっごく嬉しくなっちゃって。そうね、いろんな人の思いがこもった釜だものね。炉の調合は複雑で難しいけど、私成功させてみせるよ。これでいいかな。
これでいいかな。触媒は何がいいかな。さあ、ちょここにいるよ。これはここかな。材料投入。これでいいんだ。よし。それ。この辺の地図埋まったね。結構気持ちいいかも。こ
これ面白いね。ひょっとすると。強そうだからやるしかないよな。痛いんだからね。覚悟なさい。ビシッと決めるよ。任せときなよ。もう大丈夫。痛いんだからね。私のことは止められないよ。新しい道具思いついた。一件落着。お宝おいでます。強そうだけどやるしかないよな。あもう俺の顔。フィリスちゃんは私が守る。痛かったらごめんね。降り注げ。するか。こいつで立っていられるかい。な、燃えてきた。畳みかけます。連携して動きましょう。
いただきよ。痛くても知らないわよ。眠りなさい。応急処置よ。使わせてもらうわね。これで一安心。伝説の薬草ミックスだ。動かないの。逃がさないわよ。倒れちゃえ。これでも食らえ。私のことは止められないよ。私の旅はまだまだ続く。ピリスちゃんのためにもっと強くならないとね。また強くなっちった。オイラは植物と強くなる。お宝浮いてます。泣き真似したら牛が寄ってくるかなって。雷？フィリスちゃんのおへそは取らせやしないわ。やあ、元気かい？山道では植物に挨拶するのがマナーだよ。これ、面白いね。これ、大したことなさそうだな。やっ、狩りの練習にはなったかしら。あ、ひらめいた。すごいかも。
倍100倍っと。よし、始めよう。これはここかな。これはここかな。うん、いい感じ。ここに入れよう。これはここかな。こんな、それじゃブルグ、うん、特性はどれ、これでいいかな。これでいい。よし、出来上がり。山道ではゆっくりとね。急いでも疲れちゃうだけだから。すごいの拾っちゃった。いくらオイラの目が良くてもさすがにこれは暗すぎるぜ。落石には気をつけろ。おお、なんだろう、ここ。うわあ、これすごいかも。止まれちゃえ。うわあ、これすごいかも。うわあ、これすごいかも。程よい暗さだ。先が見えんのは困りものだが。すごいの拾っちゃった。
ょっと疲れてきたような、けどまだ平気。ないかなー。